エーグルマイナスレザン鉄道の歴史的なコンパートメント式客車 CF2K21 号ブロネーシャン B 博物館鉄道にてエーグルマイナスレザン線はスイスの某州においてエーグルとレザンイコールグラントテルを結んで運行されているシャブレ公共交通の鉄道路線である1999年までエーグルマイナスレザン鉄道として独立した会社であったが 他の三車と合併してシャブレ公共交通の一路線となっている。エーグルマイナスレザン線は狂気のラック式鉄道でスイス連邦鉄道のエーグル駅からローヌ川の谷に沿ってレザンまで 6.3km を結んでいる。エーグルからエーグル車庫までは路面区間を走る。この区間と1932年に廃止となったグラン、トテルエーグルまでの区間は 1900年5月5日に開通した。同年11月6日にレザンイコールフェイまでのラック式区間が開通し、1915年9月8日に終点のレザンイコールグラントテルまで開通した。当初はエーグル車庫まで路面区間を路面電車として走り、そこからラック式の機関車によって運行されていた。また全線直流600ボルト電化であった。 1946年に直流線5 0 0トに昇圧され、また粘着式とラック式の共用の電車が使用されるようになった。1986年にはベルヌーズの山頂までの延伸が計画され免許も取得したが、計画の承認を得ることができず、また資金の調達もできなかったため中止された。また現在ベルヌーズまで行くには、 ロープウェイを利用すれば行くことができる。ラック式鉄道の区間の長さは5 3トルで最急勾配は230パーミルとなっている。車両の端には荷物室があり、乗客が自由に荷物を置くことができる。ありがとうございます。